そうですね、勝ててよかったです。はい。2回戦で失点がありましたが、その後見事な修正を見せました。どんなところに気をつけて進行されたんでしょうか。そうですね、しっかり一人ずつ、アウトを一つずつ取れるように、投げていきました。はい。そして何よりも痺れたのが5回の満塁のピンチ、まずは山田選手というシーンですが、最後はストレートでした。どんな気持ちで投げ込んだんでしょうか。そうですね、なんとか、抑えれればいいなという気持ちだったんですけど、しっかりとしたまっすぐが、投げてよかったと思います。はい。そしてその後に山崎選手を抑えた時、大きなガッツポーズが出ましたが、どんな気持ちだったんでしょう。皆さんの方が、早い段階で点を取ってもらって、しっかり守ってもらってくれたのに守れたというふうに配慮してしまって、抑えれるようにっていう気持ちで投げて、なんとか冷静にできてよかったです。はい。その打線の援護ですけれども、今日はとにかく点を取ってくれました。その中でもルーキーの小園選手が3安打ホームランもありました。どんな気持ちでそのルーキーを見つめていたんですか。いや、もう本当にすごいと思います。はい。はい。さあ、そのチームですけれども、これでですね、チーム9連勝と結果ですが、今日は好きな巨人が勝ちまして、2位の DeNA が敗れました。巨人との差は変わりませんが、DeNA との差が 0.5 まで。チームの雰囲気、高さ。そうですね、本当に1点1点、勝つために必死に、やってますし、本当に、いい雰囲気でできていると思います。はい。さあ、東京ドームで巨人との決戦ということで、チームを代表して今日は集まってくれたファンの皆さんに最後一言お願いします。一戦一戦、勝てるように頑張っていきます。一戦よろしくお願いします。では、お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤクルトブルペンより